皆さんこんにちは。2月22日火曜日、リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斉藤敦志と申します。今日も皆さんと共に御言葉の恵みを味わってまいりましょう。 本日私たちに与えられました聖書の言葉は「新約聖書」「ルカの福音書」14章25節から35節です。そしてテーマは「主の弟子の心構えと視力深い決断」です。 ルカの福音書14章25節から35節さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたがイエスは振り向いて彼らに言われた私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命までも憎まないなら 私の弟子になることはできません自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできませんあなた方のうちに塔を建てようとするときまず座って完成させるのに十分な金があるかどうか費用を計算しない人がいるでしょうか計算しないと土台を据えただけで完成できず 見ていた人たちは皆その人をあざけって「この人は立て始めたのに完成できなかった」と言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていく時は2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかまず座ってよく考えないでしょうか。 もしできないと思えば敵がまだ遠くに離れている間に死者を送って講和の条件を尋ねるでしょうそういうわけで自分の財産すべてを捨てなければあなた方は誰も私の弟子になることはできません塩は良いものですしかしもし塩が塩気をなくしたら 何によってそれに味をつけるのでしょうか土地にも肥やしにも役立たず外に投げ捨てられます聞く耳のあるものは聞きなさい本日私たちが与えられている聖書の言葉の中で最初に申し上げたいことがありますそれは三十三節の御言葉ですお読みします そういうわけで自分の財産すべてを捨てなければあなた方は誰も私の弟子になることはできませんこの御言葉を皆さんはどのようにお感じになられたでしょうかちょっと余談になりますけれども私は牧師としてこの生活している中で 特にカルト宗教問題と言われている、まあ、そのような問題にこう取り組んでいるわけなんですけれどもあるカルト宗教団体と言われるそういう団体がですねよくこの聖書の言葉を使うんですね。あなたが本当にイエスの弟子になりたいんだったらもう持っているもの財産を全て捨てなければならないとそして献金しなさいっていうんですね。 そしてもう自分の持ち金全てをもう財産から何から全てをですねこう捧げてしまうでもその後はですねもうどん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 財産がこう吸い取られてなくなってしまって生活ができなくなってしまったこの神様をですね礼拝し賛美しその喜びを受け取るということが全くできなくなってしまったという。 そのような被害の話は耐えることがなくまあ私のところにですね相談があったりとかまあどうしたらいいんでしょうかということをですねまあ尋ねられることがあるわけなんです。で私たちはですねまあ今日この聖書の言葉がありましたのでぜひちょっと考えたいと思うんです。イエス様がですねこういうい言葉を 弟子たちにに告げられたときイエス様は何を言いいたたかったのかっのとうことなんです今持っている財産を全部亡き者にしなければイエス様の弟子になることはできないということを私たちは機械的にただ受け取ればいいのかって話なんですよ。どうです皆さん。もしですね今皆さんいろいろな財産あると思うんですよ。 お家があるとか仕事があるとかいろんな持ち物があるとかそして家族がいるとかそういういろんな財産がいるのを捨てなければならないんでしょうか捨てなければイエス様そして私たちを愛しておられる神様は 私たちをそういう全てをもう身ぐるみ剥がされてこそ私たちは祝福されるんだなんていうことは絶対おっしゃりません。神様は私たちを祝福するために財産を与え家族を与え仕事を与えているんじゃないでしょうか。そう考えるとですねこの聖書の言葉の読み方は もっと深めなければならないということを私たちは今日ぜひそこにこの注目したいと思っているんです。この三十三節の言葉と同じような内容がこの二十六節と二十七節にも書かれています。そこもちょっとお読みしたいと思います。私のもとに来て。 自分の父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできませんというふうにそういうふうに書いてあるんですまあ、これも読み方によってはですね もう親家族を捨てないと自分の命まで捨てなければイエスの弟子にな様はそのあでですね塔を建てる時には十分に費用を計算するじゃないかと2万人の敵がいるところに1万人の兵士を持って戦いに挑むはずはないだろうというそういう例え話をしているんですね。 この2つの例え話が意味していることとは一体何かというとよく考えななさい,っていうことこんです財産を捨てなければ私の弟子になることはできないというのをただ機械的に捉えてですねこう聖書に書いてあるからこうしなきゃならないまあ自分の意思でするならまだしてもですねそういうふうに人から言われてですね しなきゃ、なんないと思わせられるような。聖書の読み方はイエス様の望むところではありません。聖書の言葉を御言葉をいただいてですね。それが自分にとって。何を意味するのかということをですね。じっくり黙想するんです。キューティーっていうのはそういうことじゃないでしょうか。ただ静まってですね。 この言葉を通して神様が私たちにイエス様が何を私たちに語っているのかということをじっくりとじっくりと黙想していくことそうするとですね今日の聖書の言葉は財産を捧げることが全て捧げてもいることが大切だということよりもイエス様に信頼することの大切さというものを私たちは 学ばされるのでではないでしょうかたとえ自分にとって大事なものをが失われるようなことがあったとしてもイエス様が私たちを決してですね祝されないことはないっていうことを考えると私たちは別に財産を捨てなくてもですね イエス様に信頼を置くとはどういうことなのかっていうことを考えることができるそうするとイエス様への信頼にさらに勝る自分の持ち物とは一体何なんだろうか執着とは何なんだろうかということをこう考えることができるんだと思うんですそういう聖書の読み方をぜひしてみたいと思いますねこの後でですね質問の後でですね そのことをもう少し深めてみたいと思います。塩気とは何でしょうか。まあ今日の聖書の言葉のですね。三十四節と三十五節にこのように書かれています。 塩は良いものですしかしもし塩が塩気をなくしたら何によってそれを味をつけるのでしょうか土地にも肥やしにも役立たず外に投げ捨てられます聞く耳のあるものは聞きなさいこのように書かれているんですねいや塩は塩気があるからこそ塩なんじゃないかと私たちは思うわけです ただ、イエス様の時代はですね。塩っていうのはこう非常にあの雑味がいっぱいあってですね。使い物にならないものもあった。だから、純粋な塩気というものがいかに大切かということをまあイエス様は言いたかったと思うんです。純粋な塩気。それは私たちがどれだけイエス様をこの信頼することができるかという。そのような純粋さに相通じると思うんです。 私たちはですねぜ、ぜひ自分の思いや心の中にそのような塩気いわゆる純粋な「主イエス」への信頼というものがあるかどうかぜひ確かめるためにイエス様は聞く耳のあるものは「聞きなさい」という言葉にもあるように御言葉に聞き黙想をしてイエス様の御心というものを受け取ってまいりたいと思います。お祈りいたします。 神様、私たちの心に仕置け、あなたに対する信頼を培うものとさせてくださいそのためにあなたが私たちのために働いてくださることを感謝いたしますイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。